はオリジナルの曲なんですけど、ツアーっていうタイトルの曲を今から歌います。この曲は去年のちょうど今頃の夏に私実は引っ越しをしてですね、こういろいろあって引っ越しをしたので、結構ちょっとなんというかその場に心だけが取り残されたような感覚が結構あったりとかする時期を過ごして、でそんな中にちょうどコロナが緊急事態が取れてみんなの活動が始まったみたいな時期がちょうど重なって、でそれを感じた時にこうなんか変わっていく状況と変わらなきゃいけない自分と、でも変わりたくないそこにまだとどまっていたい自分もいたりして、そのギャップが結構激しかった時期があって、でも前に進みたいって思いも確かにそこにはあって、で周りにこう助けてくれる人がいたりとか応援してくれる人がいたりとかして、一人じゃないから前に進んでいこうって、このいいことも悪いことも無駄じゃないんだなっていうことをちゃんとこう言葉に残したいなと思って歌詞にした曲です。ツアーという曲を聴いてください。Thank you.
ございます。加藤里奈です。ありがとうございます。じゃあ多分次に交代。